AV 女優デビューしましたから一応。AV 女優デビュー今したの今からしたの AV 女優デビューに。すげえまあマニアックな。 新しい層をね、狙って。今から AV 女優。まあい、いいんじゃない希少価値が出ると思うよ、希少価値が。バファリンより優しい、ハイさん。それ、<laughs> それ、俺は通じるけどバファリンより優しいって今の子聞いてもわかんないよね。俺ね、その、同じバファリンのそれを、なんか半分優しさでできてるみたいな、あの、ツイキャスでやったのよ、お前。そうしたら、何それわかんないとか、 どういうことみたいにいっぱい若い子に書かれて。あ、そうか、今の子知らないんだって思った。それ、バファリン。熟女好みは意外といる。スタイリストは長女。あ熟女好みは意外と、うん、まあ、そう、そうかもしれないね。熟女好み。まあ、俺は若い子はいいけどね。バファリンって何ですかほら、ほら来たよ。バファリンを知らないんだよ、もう。優しさせなくて、バファリンを知らないんだよ、これ。ショックじゃないこれ。バファリンがもうわかんないんだよ。多分、こ、こいつはじゃあ、この、こいつはつ、この子は、えっ、ー、と、あれだな、あの、平成生まれ だろうねデビュー作品見てくださいよ、デビュー作品教えてくれよ、俺の好きなプレーをやってるかどうかが重要になってくるよ、そう,そうなると、バファリンが分かんねえんだぜ、でも最近、バファリンのコマーシャルって最近やってないもんね、そう言われると、見てない、見た覚えがない、俺、バファリンのコマーシャルは。バファリンが優しさでできてるっていうことが分かんないんじゃなくて、バファリン自体が分かんないんだよ。 平成生まれは平成生まれでもバファリン知ってますよ。平成生まれでもバファリン知ってるって言ってくれてるよ。もうバファリンがわかんないんだよ。好みのプレイはちなみに、なんで俺みんなが見てるとこって聞いてくんだよ。なんでみんなが見てる前でハイドさんのプレイは好みとか聞いてくるんだよ。鎮痛剤使わない人。うーん、そうだね。だからもうテレビコマーシャルやってないからだろうね。だってテレビコマーシャルやってたら、その薬を買ったことがなくても、そういう薬があるっていうことはわかるじゃん。でも、 バファリンっていう名前を知らないってことはもう聞いたこともないっていうことだから、多分テレビコマーシャルやってないからだろうね。半分の優しさは知らないけれど、バファリンがみんな知ってる。うん、だって知らないって人今いたじゃん。もうバファリンが通じない世の中なんだよ。バファリンがもう、通じないんだよ。昭和生まれのみんな。平成の子たちにバファリンって言ったら笑われるんだよ、もう。なに、なにそれ、プッ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 プーってもう、笑われる。 バファリン何それ食べれるのププププって言われんだよ、もう。若い子に、バファリンって言うと。何それ新しい、新しい果物ですかと。母さん、若者、どんなふうに思ってるんですかそうだね。若者をな、若者をなんて思ってるんだそうだ、いいよ。その、そのツッコミはね、していいよ。若者をどんなふうに思ってるんですか <laughs> そうだね。 それ言っていいよ、それ、君は。言っていい言っていい。若者を何だと思ってるんだと。馬鹿にすんな、というね。<laughs> AV 女優としてやっていくために統計として参考に。<laughs> それさ、女優が参、女優が統計取るものなのそれって <laughs> れ。プロデューサーとかさ、作る側が、作る側が統計取るんじゃないなんで女優自らさ、統計取ってるの <laughs> 自分が統計取ってんの昭和生,生まれやと。バファリー知ってますバファリーのボーダーラインは何歳あ、何歳だろうもう高校生ぐらいは分かんないんじゃねた、多分。でも、どうなんだろうえケロリンは知ってるのかな <laughs> <laughs> ケ,ケロリンっていう薬はあったね。ケロリンっていうね、ふざけた名前の薬があったよね。カエルみたいな。私18分からなかった。22バファリンーはああおおこうほら でからない22ででかるちょっとこの辺でボーダーーダライン見えてきたプロデューサーもや、ってる全部自分,と分るいや今俺バファリンが気になってる、ね。君の AV 女優の話でどうでもいいから。もう俺バファリンの方が気になってる。あ15歳だけど知ってる。私の友達も結構知ってる。んということは、15歳でも知ってるという説が。バファリン、15歳でもわかる説。水曜日のハイド、ハイドタウン。バファリン新作商品シリーズ、店に並んでた。 新作商品新作とかあんのあ <laughs> えバファリンに新作とか旧作とかあんのバファリンに。バファリンプレミアム私がバカなだけ知らないだけ。うん、今15歳でもわかるっていう。友達も知ってるよっていう来たよ、今。15歳っつったらすげえぜ。15歳っつったらだって西暦2000何年生まれじゃないの ?2002 年とか3年生まれじゃないの ?15 歳っつったらすげーくね ?15 歳って。つか15歳が今起きてていいのよ、4時で。大丈夫かセデスはわかるのかな <laughs> いろんな薬名が出てきたな。2001年生まれ出ました、ほら。西暦二千何年生まれ。この漫画みたいな、未来人みたいな、この、成分が新しく加わったやつとか3種類ある。そうなんだ。<laughs> え バファリン、そんなあんのいち、バファリン、いちご味とかバファリン、チョコレート味バファリンのプレーン、プレーンがまずあるじゃんで、バファリンが3種類あるってことは、なんか、いちご味と抹茶味とかそういうことバファリン CM 去年してた。ほんと ?22 知ってます。臭くなったらそれはいいでそれはなんだよ。その替え歌は俺は知らないよ。ハンサん、それ味、成分じゃないははははは成分じゃん、じゃ、だって味も、やっぱりほら、成分の一つ、いちごの成分が入ってるとか、チョコレートの成分が入ってるとか、 抹茶の成分が入ってるとか、バファリン、抹茶味とかね。より飲みやすく <laughs>、より胃に優しく <laughs>。 これやっぱりバファリンは半分は優しさでできてるから、より飲む人に優しくなれるように、そのバファリンの成分を半分いちご味とかにすると、これ優しいじゃん、すげえ。半分チョコレート味とかすると、優しいな優しい、優しいな,あししいなあバファリン優しいなってなるじゃん。<laughs> EX 的なかっこいいのはついてた。あー、なるほど。バファリンいちご味。バファリンっていろんな味があるんですね。いや、多分、それは間違ったチョコだと思う。半分は優しさ、残りの半分はいちご味が。<laughs> 鎮痛成分どこへ。<laughs> 鎮痛、鎮痛成分もない。ただの、ただのいちごのキャンディーだよ。<laughs> 鎮痛成分はもうないから、ただのバファリンっていう名前のキャンディーだね。それはね。いちごキャンディとチョコレートキャンディこの動画は、ハイドチャンネルがお送りしました。